皆さんこんにちは。稲枠 TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて、今から半年ほど前にマイナンバーカードでマイナポイント、最大2万円分のマイナポイントがもらえるという動画を投稿しました。あの時はこれから始まりますということで、 動画を投稿したんですね実際の操作画面というのはいろいろなスマートフォン iPhone も含めてパソコンも含めて Android たくさん種類がありますからそれぞれ皆さんやってくださいねという意味を込めて始まりますという動画だったんですが結構ねこの秋視聴回数が多かったので気にしていたんですね始まりますよという意味だけだったので皆さんやり方がわからないんじゃないかなと思って危惧していました で実際に私昨日やってみました結論から言うと結構大変だったんじゃないかなと思うんですね今回は私の場合ということで動画を撮ってみたいと思います個人情報ねたくさん入ってしまいますから気をつけながら動画を投稿しました これはマイナンバーカードを取得して新規取得した場合は5000円分これは以前だったんですね今回追加で健康保険証利用申し込みで7500円そして公金受取口座を登録すると要は銀行の口座番号ですね登録をすると7500円のポイントがもらえるというものになりますこのページに詳細がありますのでもしよろしければ興味のある方は詳細をご覧ください このページのマイナポイントの申し込み方法の中にここ注意マイナポイント取得までのつまずきポイントというのがあります。こちらを見ていただくとまあ、大体皆さん同じところでつまずくんですよね。その注意点などが細かく詳細があります。iPhone のかざし方、ちょっと難しかったりします。 iPhone だけでなく Android の場合はかなり機種によって違いがありますので Android の場合はこちらからスムーズに手続きが済むと思います。まず事前に用意しておきたいもの。まずはマイナンバーカード必要になります。これ何回も使います。そしてパスワード。このパスワードというのはマイナンバーカードを登録した時の4桁の数字があると思うんですね。忘れてないですかその 数字、それとマイナポータル、もしスマートフォンで行う場合は、マイナポイントというアプリと、これは事前にあったものですが、マイナポータルというアプリが必要になります。アプリ2つ使います。そのアプリをインストールする時のパスワードなどが必要になる場合があります。フェイス ID、顔認証ですね、などが登録されている場合は必要ではありません。そして、 ポイントを受け取る決済サービスの ID、パスワード、そしてここ大事なのがセキュリティコードというのが大事になるんですね。このセキュリティコードがちょっと見つけられないという方は多いんじゃないでしょうか。それもこのサイトに詳しく書いてありました。オンラインサービスの場合はこちら。この決済サービス、セキュリティコードはこのパスワードのこと。セキュリティコード1。 セキュリティコード2はこれになります。そしてプリペイドカードの場合の決済サービスの ID とセキュリティコードはこちらそしてアプリの場合はこのように ID とセキュリティコードが記載されているという旨が書いてありますこのセキュリティコードをできれば事前に用意しておくとスムーズです私の場合はこのセキュリティコードに引っかかってしまったので以前に最初に登録した PayPay から登録をしたんですが、その PayPay のアプリの中にマイナポイントのコーナーがあるんですね。そちらから登録をしたので、セキュリティコードはいりませんでした。もしセキュリティコード難しいなという場合、2回目以降でしたらば、このような方法もあるかと思います。もしご自身の決済サービス、セキュリティコードがわからない場合は、こちらを見ながら確認をしてみてはいかがでしょう。 そして口座登録もする場合はもちろん銀行の口座番号などが必要になりますそして読み取る時にちょっとコツがあるんですね慣れてしまうととっても簡単なんですが慣れないうちはどうしても、ね、写真を撮るようにかざしたいのでちょっと話したりしますこのようにして iPhone の場合は真ん中にカードをぴったりくっつけてしばらく置くと あっという間にレ点がつきます。パスワード入力から読み取り完了するまで、スマートフォンとマイナンバーカードをぴったりつけて動かさないようにしましょう。そして読み取りが完了するまでには、私の場合は5秒なんてかかりませんでしたが、まあ5秒以上かかる場合もあるようです。また金属の机の上では読み取れないことがあります。カバーをしている場合は外してください。私はカバーそのままで行いました。 充電やイヤホンのケーブルなどは外してください Android の場合は NFC お財布携帯の機能をオンにしてくださいと注意書きが書いてありましたこのようなことを注意して操作を行っていただきたいんですがどうしてもね特に高齢の方やあまりこのようなことをしたことがないという人は難しいかもしれませんその場合には会場が用意されているんですね この会場がどこにあるのかというのもこのサイトに載っていました会場を調べる場合にはこの一番右にあるマイナポイント手続きスポット検索がありますこちらをクリックしていただくと少しスクロールをすると11月以降実施する会場の一覧がありますこちらから確認をしていただいて会場を探してくださいそんなに多くはないんですね また、この隣にある対象となる決済サービスの検索もありますので、こちらを見ていただくと、決済サービス一覧を見ることができます。 事前の登録が不要だったり必要だったりありますのでこちらを確認してください私が今回行った PayPay ペペに関しては不要でしたマイナンバーカードの読み取り方 iPhone の場合はこのように iPhone の上部をマイナンバーカードの中央に当ててぴったりとくっつけて当ててしまいますそして動かさないでいるとあっという間にレ点が入ります android の場合は、機種ごとに読み取り位置が異なるんですね。詳しくはこちらからとありますので、android の場合、こんなにあるんですね。これ全部ご紹介できないので、ご自身の機種を見つけて、ここから事前に確認するといいでしょう。では、この後私自身が登録をしてみますが、以前に登録をしていた PayPay で決済を同じく今回も行ってみたいと思います。そして最後にお願いになります。 この動画を見ていただいて参考にしていただくのはいいんですがご自身の機種と決済サービスそれぞれ違いますよねですのでコメントをいただいても私がお答えすることはできませんまたこのサービスに対しての文句とかねそういうものを入れていただいてもコメントを表示することはいたしませんのでご了承くださいねではこれから登録をしてみたいと思います参考にしてみてください では私は以前に PayPay ペイペイで登録をしているんですね。同じものであれば簡単に操作ができますので PayPay ペイペイの場合でやってみたいと思います。PayPay ペイペイをタップします。以前もそうだったんですがこの PayPay ペイペイの中にマイナポイントというのがここにもあるんですね。マイナポイントを選びます。すると過去の履歴 わかっているので、あと1万5千円。私の場合は5千円も使っているので、あと1万5千円とあります。なので、このまま PayPay アプリで申し込むをタップしちゃいます。すると1分で完了できますとあります。この状態で言うと、アプリから申し込み、今ここですね、マイナーポイントアプリで認証して、そして PayPay アプリで登録を確認するだけです。 画面下にある上記に同意をしますをチェックを入れて、そして次に進むをタップします。では、こちらマイナポイントアプリを開くをタップします。すると、マイナンバーカードを読み取らせてくださいとあります。顔のついているところ、ここを iPhone の場合、機種によって違いますので、確認をしてくださいね。では、 始めるをタップします iPhone の場合はちょうど中央に iPhone が来るようにピタッとくっつけますでは始めますパスワードを聞いてきますのでマイナポイントのパスワードを入れます4桁の番号を入れて iPhone を置きますではやります瞬間的に終わりましたね、はい、ではこのまま健康保険証そして抗金受取口座の登録両方ですね こちらを押して、2つ選んで次へをタップします。すると、今度は、規約、同意しますかを聞いてきます。よく読んでとは言いませんが、まあ、ざっと目を通して、かなりあります、下までスクロールをしていただいて、そして、同意して次へをタップします。同意して申し込むをタップします。 これで認証が終わりました。セキュリティコードとかね、結構難しいことが一度行っていますので、とても簡単に終わりました。これで申し込みの完了になります。ただし、ここに赤字で書いてあります。特典の獲得はまだ完了していません。獲得方法は PayPay アプリホーム画面のマイナポイントにてご確認くださいとあります。では確認します。下から画面を 出していきますそして画面をもう一度 PayPay ペペに戻ります。先ほどのマイナポイントをタップして確認をしてみますね。するとこのようになりました。以前にチャージ5000ポイント。こちらはもう終わりました。そして今回この残り2つ、右2つのものを今申し込んだんですね。真ん中の健康保険証として利用申し込み、こちらをタップしてみます。 すると、この下に申し込みにレテンが入っています。ポイント付与までは1日2日ぐらいかかるようですね。完了までかかりますとありますので、このまま待つことにします。そして、この右側、公金受取口座の登録、まだ登録をしていないので、登録忘れずにとなっています。では、ここで登録をしてまいります。 こちらをタップします。すると、この下、公金受取口座を登録してくださいとあります。登録紹介をタップします。では、ログインをして使います。初めての方、下の利用者登録をタップします。利用する端末、今回はスマホになりますので、スマートフォンをタップします。では、マイナンバーカードと 数字4桁の暗証番号、もう一度必要なんですね。ここでマイナポータルアプリを追加インストールします。入手をタップします。ダブルクリックをしてインストールを行います。開くをタップします。するとこうなりました。ではログインを行います。もう一度ログインをタップします。マイナンバーカードの数字を打ちます。 次へをタップして、閉じるをタップします。では、読み取りをもう一度タップします。読み取りは結構簡単なんですね。ログイン中と今度なりましたね。マイナンバーカードを保険証として利用できます。申し込むをタップします。保険証利用登録の画面に追しました。では、このままチェックが入っているのを確認し、同意して進むをタップします。 3回間違えるとねあの、ロックがされてしまうとあります。では、こちらで申し込むをタップします。次へをタップします。また聞いてくるんですね。読み取り開始。はい。確認するをタップします。正常に受け付けました。登録完了となりました。ここまで終わるのに、 覚えるのちょっと大変ですね。ただ画面で言ってきたことに対して操作をするという感じでしたではここからはもう一度確認をして最後の「講座登録」の手続きをしたいと思います。マイイナポイントをタップします一番下の申し込み状況を確認してみますね。 昨日から1日経ちました。いつものように番号を入れて、マイナンバーカードを読み取ります。するとこのようになりました。抗金受取口座の登録までまだ行ってないんですね。条件未達成となっています。まだあと一つ最後あります。では、口座を登録をタップします。 ブラウザアプリでページを開きますとあります。開くをタップします。で、またログインをします。ログイン。また読み取りをします。毎回ですね。マイナンバーカードはセットで置いとかないと大変ですね。では、登録を行います。口座情報を登録するをタップします。まず、説明があるので、 こちらを読んで、次へをタップします。この3つに関しては、マイナンバーカードを使って読み取ることができるとあります。なので、ここ、また、番号を入れていきます。すると、ご本人情報の登録、マイナンバーカードから本人情報をここに登録してくれました。講座情報を登録するをタップします。 カタカナを入れます。続いて、メールアドレスを入れて、次へをタップします。ここからは、金融機関の情報を入れていきます。金融機関を選択。口座情報を入れて、確認ができたら、一番下にある次へをタップします。同意をして、登録をします。これで、すべての情報が完了しました。 マイナポイントサイトへをタップすると直後になりますのでまだ未たせになっていますが1日2日様子を見てここで確認をするようにしましょうでは今日の動画はここまでにしたいと思います皆さんはマイナポイントいかがですか今回は機種別それから決済先別によってたくさんのパターンがありますので コメントは差し控えさせていただきたいと思います。私の場合はこんな感じでしたということで、動画を投稿してみました。ではまた次回の動画でお会いしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では次回の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。またね